今日はこの車にパワーエアコンを入れていきたいと思います、うん、で、なんか、まあ、社長説明してくれるやろ。とりあえずまああのこうマキちゃんに、うん、エアコンかかった時にガーンとショックで失速いうのかな、うんうん、減速いうの、うん、ちょっとこうパワーが取られるっていうこんな感じになってるんやでっていうのをちょっと説明するのに、うん、さまずはドライブしていきたいと思います。車の中紹介していく？久しぶりやな、社長。ああ、社長運転さんの、うん、ほんま。いけるかな、当てへん。当ててもええよ、直しらん。いえ。ええやん、別に。見て。まずエアコンかけなか。ああ、オフってったな。うん、ね、シートベルトしたわ。私してんで、いけてる。だってこれピーピーなの、うるさい。エアコンまずかけて。これで合ってるやんな。知らんね。合ってる。なんか、これ。うん、ついたな。衝撃いけるかな。こういうなでかい車はな、うん、ほんまはあのエブリとか軽音でやったら、あの狛江から、うん、負荷がばかりやん。狛江エンジンがな、うん、狛江とか言うの？小さい。オンオフっていうのはどれ？これここで、オートにしたら、うん、勝手にやん。あ、一回オフってみる、うん、で、走ってる時にオート押すわ。これさ、ブオーって走った方がいい。ちょっと待ってな。うん、いろいろと。ちょっと待ってな、うん、入れた時にカランってなるから。うん、いいよ。今ちょっと待って、なんかカメラじゃ伝わるかな、分かれへんけど、まあ、マキちゃんがこう、なんていうの、体感できたらいいけど、うんうんうん、ガーンってなったやつが入れたらどないになるか、うん、それをね、ちょっとやっていきたいなと思って。最後の方でしかなれへんから。あ、言ったな、うん、カチッでちょっとなんかパワーが取られたみたいな、うん、これでもエンジンが大きいか分かれへんもん。でも音なってん、ちょっと音だけやろ、うん、音は多分なるから。あ、それ入れても、この、まあ、失速ちょっとこれじゃ分かれへんかな。まあでも、まあ、ええわええわ、あの温度計があるから。ああ、そう温度でちょっとやってみるかな、うん。一応こうちょっと前に今消したけど動画、うんうん、ちょっと前でほらパワーエアコンの説明してる動画、動画を撮ってたんですよ。ちょっとね、事情によって消さないとダメになったんで消したんですけど、それで私は体感、そのパワーエアコンこうなんですよみたいなのを体感しました。その時すごいすごいって言っとったけど、手にそうそうそう、ちっちゃいカンカンにね、入れてもらってやったんです。すごかった、めっちゃ冷たかったもん。バックカメラこんな感じです。ちょっと準備しようか。はい、一回止めます、うん、今からこれ使って温度を、うん、これ温度計でな、うん、測っていきたいと思います、うん、やっぱり線長くした方がよかったな。置けるもんな。なあ、うん、性格出るよね、汚い荷物だらけ。だから準備してる間にな、うん、あのほらエステマの、そうそうそう、あのね、この動画出したら送るわね、 LINE で見てもらえへんかった、ここまでだから。このコンソールを、そう、ここのコンソールをね、欲しいんです、私で。買った時には前の車についてなくて欲しいなと思っとって、次買った時にはついてると思ってたら、まさかのないから。でもあれやん、あのエスティマの、うん、勝美くん、あ、言うてもてるやん、もういいか、大工やん、そう、大工さん、軽トラの時で言うてるやん。あ、そうそう、ほんで質問で作ったろかってきた、そう、コメントで木で作ったろかって言ってくれてるので、作ってもらいます。ほんまに作ってな、な、うん、お金は入れる、髪落とし一関節な、一関節、折り目、
分かった。中にな。うん、で、何度に。何度か。うん、最大で。何度か。ここへ、うん。ほらな、こうなるやん。だからコンソール欲しいの。線を後で直しやすいように短くしたが上の失敗です、うんうん、光でね、あ、これでいける、ちゃんと厚みから作ってね、後で寸法測って、そう、LINE 送りますでもこのどこまでの高さにするか、肘置きはあるから、うん、下にしとくから。え、でもな、え、いい肘置き別に。カップホルダー。そう、うん、カップホルダー。安定しきた。18.1、18とか。やな。うん、さっき17じゃなかったな。まあ同じ状態でしたらいいもんな。うん。18やな、18度ですね。うん、18から18.1、うん、さっき 17.9 もあった、ね、あった、だからその、あれやな、ね、17.9 から18.1を行き来してるくらいの温度ですね。だからこのままとりあえず刺しよう。うん、これはそのままドアとか開けたらちょっと温度変わる。そう、上がるねん。でもそれはしゃあないやろ。パワーエアコンを入れていくから俺取ってくるわ、うん普通に売ってる。あ、普通に売ってるのか。ワコスの代理店。ああ。で、ワコスの借り方しちゃったけど、返して言われたから。ちょっとこれ借りよう。これ欲しいやつ。これがパワーエアコン。これ新しいやつなのかな。古いやつ。今新しくなってるかも。あ、買う、ちゃう。うん。とりあえずまあ前の方で、うん、とりあえずちょっと湿って、うん、でここを今来てるから、ちょっとこ今エアを、うん、こっちのやつエアを抜いて。で、こっちにクーラーガスだけ、うん、穴開けて、そしたらもうエアコン入ってるから、うん、あとは高さにしてもらう。入っていくんやな。もうこれからの季節はバラシとかヤフオクでさ、うん、クーラーホースとかあんまり出ないんじゃないけど、まあエアコンのでこれな、うん、ガチンっていうコンプレッサーに入ったこの機械も和らげてくれるから、フルードも暖房かけてエアコンかけて、だからフルードもだから燃費が、でこれ自分で入れる人はこう逆さにしてぬくいところで振って思うたら、うん、だんだん冷たくなくなってくるわ。ほんなら OK。 なくなったってことやな。で、こっちから外したら出るから、うん、こっちから本体側を、温度、うわ、全然ちゃうわ。だからボクシーが17.7、うん、8。ボクシーのこの衝撃が分かってくれたらいいんだけど、うん、分かれへんかったから、とりあえずまあ 0. 何度、0.5 ぐらいは、まあ、まだ下がっていく。まあ今入れたとこやからな、うん、映せない。ちょっとそっちから見て、どうしたら映る。暗くしないと、うん、映ってるやろ、うん、17.5 とか。やっぱり LED やから、うん、0.5 ぐらいは下がってる、うん、今入れてすぐな、うん、入れてすぐ。で手でやったら、うん、もっとちゃう。めっちゃ冷たい、ほんまに冷たかった。まあ今入れてすぐ
が 0.5 ぐらい、だいたい1本2分以内ぐらいで、うん、これぐらいね、うん、下がってます。うん、だから入れた瞬間になるいうことは、うん、もう体感できる。うん、そやな。夏なんかに入れてもうたらいけるし、今入れる人やったら、うん、冬の燃費が良くなるように。かわいいな。ほんなら、うん、とりあえずこれはもう温度は OK です。パワーやコンこんな感じです。で、あとさっきのガチンっていう、うん、あれがいけるか。置いといたら、これドライブレコーダーひっくり返されへん。ちゃんとしてるんですね。うん。私もしてるで。じゃあちょっとだけ体感。体感ガチン、うん、ガチン。クーラーコンプレッサーが入ってるねんけど、うんうん、入ってる音がせえな。カンってさっきの言った音？うんうん、本当せえ。うん、音なくなった。だからこんだけ、だから入ってるかどうか分かれへんぐらいなったことは、うん、パワーが取られてない。あ、うん、名前だけあるな。そうだから軽乗車なんか入れたらすぐ燃費が良くなったって分かるぐらい、うん、これな、うん、うちのはやってみようシリーズや、うちの車ではやってみようシリーズやんか、うんうんうん、でたまに車検でもパワーエアコン入れたで、私が請求書を作るから、うん、パワーエアコン入れたでとかって言うけど、それはどういう症状やったら入れてるの？そのこう入れとこうかっていう判断は何なの？だからちょっと効きが悪い、ガスが入ってんのに効きが悪い。エアコンのな。うん、そう。ほんで一回試してみようか言うたら、よかった。こんだけ入れてすぐ 0.5 わかんねえから。差がさあんな。そう。今は聞いてると思うけど、もう一つ聞きが欲しいなっていう時かな。うんうんうん。これはええわ。コンプレッサーのカチンっていう音が慣れへん。うん。今入ってろ。うんうん。カチン言ってないの、うん、だから、結局やっぱりカメラで撮れたかな、その最初のな、入れる前のやつ。だからそれはもう、まあ、私らが聞こえたからそれを信用してください、まあ、で、今からコンソールのサイズ測ろうか。せやな、うん、もう絶対作ってな、ほんまに。ちょっと移動させた。でもこれが動くから。え、これ動けへんよ。ああ、そうか、サイズな、うんうんうん、ここは擦れるで。え、別に。まだ生地貼っとかなかもな。貼ってよ。生地ぐらい貼ってくれるやろ。19.5 やな、うん、19.5 とかやな、うん、この辺は20やけど、その辺19.5やな、うん、あと長さやな。ここまでにして、ここまでやったら、まあ、後ろにしたらええかな。あんまり後ろ行くも邪魔や。だから40ぐらい。このフロアマットぐらい、ここからここまで40 19.5 の40、うん、高さがこの、え、待て、あ、一緒ぐらいだったな。16、え、35ね、うん、もうこれで片目くん見て、うん、じゃあ送る。今寸法言うたからこれ動画見つけたい。はい、ゴーリーが加藤君に直接言って動画、うん、これ今動画見て、うん、この寸法で作っといて。で、ここなんかカップホルダーもちょっとこじゃれるね。そう。で、引き出し、後ろからこうパッて出せる引き出し。で、何この線はもういらんねんやんか、うん、ここからはわしたらいいから。だから下はちょっとだけ線法、空洞にしようか。
線這うぐらい空洞で、はいはい、その上は引き出しがいい。そうやな、うん、引き出しで後ろ向きやで。そうやで、そうやで、こっち向きはちょっと無理かもわからない。そうで、後ろ向きの引き出しが欲しいね。でもこれを閉じてる時に前から行けるように。いい、そうもいらん。後ろか、うん、ここゴミ箱なんか生地貼っといて。めちゃくちゃや。貼っといて。あれで、かつみくんちゃんとお金はゴーリーが出すから。ほんで、パワーエアコンの方やけど、うん、多分、うん、10本ぐらいやったかな。5本やったかな。あ、一回パンフレット見ようか。あ、今パンフレット見ようか。うん、一回ちょっと、切ろうか、うん。切るで。うん、切っていいよ。パンフレットを見て説明しようかなって思ったんですけど、うん、書いてない、書いてなかった。うん、濃縮配合した特殊誘導体化合物の働きによるコンプレッサーの抵抗を減らし効率を向上させる添加剤です。高い電気絶縁性によりハイブリッド車、電気自動車に採用される電動コンプレッサーにも使用可能で、エアコン使用時の燃費悪化、パワーロスを低減し、エアコンシステムの耐久性を向上します。さらにシステム内部の汚れを分散させる効果もあり、低下したの機能を回復します。乗用車1台に1本使用。合ってるやん。うん、なんか1本やねんけど、うん、そのまあ毎年毎年毎年抜き替えんと、うんうんうん、そのまま継ぎ足してても多分 10本ぐらいまでいけたはずやけど、うん、まあ5本ぐらいまでにしといて。ああ。でも結構いい値段するもんな、うん、これ、うん、ただ確かみんなガス入れるとか聞けへん人って減る人が多いやんか、うんうん、ちょっと漏れてるとか、うん、そういう人はもう毎回、うん、やってもらったらガス1本足してでこれ1本足して言ったらまあ効果は、うん、あると思う、うん、で前のフューエルワンも私やらせてもらったんやけど、それの効果 YouTube でどうやったらいいかなって言われてたけど、あんまり乗れへん。分かれへんわね。そうそう、うんうん、今のところね。ただだからちょっとボロとか、うん、壊れてる車とかやったら分かると思う。でもあのやこれからちょっと定期的には入れていこうかなとは思ってます。うん、で、あのコメント、え、カーチューンってかな、コメントくれて、あのうちでも取り扱ってるので、もし必要あればあの来てください。そうやな、うん、あの連絡先っていうか、あのコメントしてくれてもいいし、あのインスタもやってるんです。インスタからメッセージ送ってくれてもいいです。インスタ私見てるから。 Google やったらそのまま会社名入れたら出てくるか。そうそう、で出てきます。うん、なクーラントブースターは最近よう入れるやんか、うんうん、夏やからっていうのもあるけど、それはまだ別にうちのは入れんでも大丈夫。うん、クーラントブースターはな、うん、あれロングライフやから、まあ5年とか10万キロとか、うんうん、7年とか持つやんか。で、そこ来た時に、まあ水と混ぜてたら水が腐ったりとか、うんうん、クーラントの濃度が下がってくるから、うん、その時に入れてる。で、そこから一回入れたら、次はまあそれを維持するために車検ごととか。ああ、そうやな。うん。なんかでもこれも、もう、体感、私的には体感、したから分かってる、うん、これすごいんやっていうのは分かってるんやけど、またね、ちょっとクーラー効き悪いねんっていう車とか来たら、まあ、うん、やってみたいなと思う。あの、うん、初めにカチンって負けちゃうんだもんな。あ、分かった分かった。それはもう入れる前はカチンってコンプレッサーの時今せえへんやろ。うん、せえへんかった。だからこれがこのガチンというのをなくして燃費を良くして、うん、で車屋さん持ってってやってもらってもまだクーラー効けへんわって言ったら、うん、こういうの、せやね、ちょっと効きが悪いな、うん、ただこの間ムーブで、うんうん、クーラー効けへんやつ、うん、思いっきり入れすぎとって。あ、あれな。うん。だから逆バージョンもあります。うん、入れすぎてて効かへんっていうこともある。そうそうそう。だから一応、うん、ガス圧とか、うん。見てもらうこともおすすめします。うん、そんな感じかな。私の車シリーズ、コメントでね、やってって言われたんで、次どんなんしたい。じゃあ新しいから、限界があるやん、その。うん。だから、かつみくん、もうコンソール絶対なんならここで作ってくれたらいい、まあ、うん、でだからコンソール作ってる動画をもしかあれやったらそれも上げて、うんうん、して車ほんまに洗う、誰か洗ってくれる人、なんか家中で前小鉄さんに来てもらって、うん、ピカピカなるで、あの人にやってもらったら、うん、だからちょっと水着でも着ていくから一緒に洗ってもらおうかな。私も、あ、それの動画で撮ったやんな。、うん、だから洗車しましょう。洗車、あ、ボクシーとかノア、同じ方の
ボクシーとかノア乗ってる人みんなで洗車場行ってしてみようかな、うん、あの募集します募集してあの洗ってくれる人がいな、そうやな、そうそうそう、撮影だけして洗ってくれる最低やん、自分で洗いやってなるわあの洗剤とかを持っていきますなのであのまた私の車でねこんなんやってほしいっていうのがあればあのコメントください、うん、ホイール工程やホイールな、お俺外品嫌いねんけど知らんやん純正がいいねんこうちゃんに言うてこうちゃんにこうちゃんなうん言うてな、うん、せやなこうちゃんのとこ一回あ行く俺のギア宣伝宣伝できるかどうかなうん、うん、聞いてホイール分かったほんなら、うん、マキちゃんホイールを買いに行こうシリーズ行くじゃあそれ忙しいねん向こうはやろそうそうそ う, そう私らも大概忙しいで、うん、だから他なんかあるかな、なんかシートカバーとかもあるんですよ。シートカバーもやろうって思ってたけど最初に綺麗な状態で最初乗っててもう汚くなったらどうしても汚くなったらシートカバーしようかって言ったのでそれも話流れてます。あと何かあるかな、何かあればまたあのこの車のこんなとこっていうのうちの車でできることやったら何でもするので、うん、あのコメントください。何でもそうできんじゃあできることやったらできることな、そうそうそうできることやったら俺がええよいうことな、そらそうや、うん、まあ手っ取り早いのよ洗車やな、うん、だ室内の掃除もしてんの取ったろかお母さんちからダイソンパクってくるわ合尾そのままにして返すけど、そう、うん、そんな感じで、まあこんな感じでね、うん、今日はねパワーエアコンやってみました、ね、うん、ちょっと暑かったし外してやこれ持ちにくい、いやそれ積みましたこうやって、うん、うまいな、そうそうそう、こんなもう新しいやつ、うん、今はだから新型になってるから、さあ、うん、パンフレットの方がね、うん、多分この青色これです、うんうん、これなんでね、これなってる、うん、またこんなんもうちで、うん、あのできるんで、もし、うん、クーラー効けへんとかいうのも持ってきてもらったら社長が見ます。私はそれを見守っときますのでなんか車のトラブルとかねあったらまた持ってきてくれたらいいなと思います。他の動画でもワコをちょっとずつね紹介していってるので、あの見といてください。チャンネル登録とこれもお願いします。